はい、どうもこっちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは、じゃないな。はいよ、違いますよ。今日はですね、6月の2日です。はい、3年生になって初めて学校に行きました。はい、どうでしたか？楽しかったです。他は楽しかったも楽しかったけど、どういったことがありましたか？なんと1時間で終わるという。なんと1時間で終わったな。はい、新しい先生とかに会いましたか？新しい先生とかにも会いました。会いました。なんていう先生ですか？堀部先生と、はい、浅田先生、はい、っていう新しい先生会いました。よかったですね。新しい先生に会いました。はい、他はどんなことしたん？挨拶で終わり？教室で終わり？それと、うん、校長先生からのお話と、体育館とか集まったん？体育館とか集まったん？体育館じゃない、中央ホール。あ、中央ホールで。新しい校長先生の挨拶。新しい校長先生の挨拶をして、うん、で帰ってきました。次の学校はいつですか？次の学校は明後日です、うん。はい、週に2回ですね。うん、はい、次は授業あるんかね？まあ何やろな、1時間やもんな、できへんわな。うん、はい、まあまあ早めにね慣れていってください。うん、はい、というわけで今日は新しく3年生になって学校に初めて行きましたというお話で、よりは後でします。じゃのー。じゃのー。アデュー。